島の散歩種子島面積 444.30 平方キロメートル、周囲186キロメートル、標高 282.4 メートル、人口 27,169 人。鹿児島の佐多岬の南東約40キロメートル沖合に浮かぶ種子島は、薩南諸島の中では奄美大島、屋久島に続いて3番目に大きい。島は平べったく手長く広い。島内には西の表市、中種町、南種町の自治体がある。平地が多く住みやすいせいか、屋久島と同じような面積でも人口も屋久島に比べて 2.5 倍ほどある。集落も多い。種子島は鉄砲伝来の島。近代は宇宙センターの島として知られている。海もきれいで白砂のビーチも多い。波がよくサーフポイントが点在し、サーフィンの聖地になっている。近年アニメ映画秒速5センチメートル第2話コスモナウトのロケ地となり、ロケ地巡りの観光客が増えている。南種町、島の一番南にある自治体。宇宙センター門倉岬、シクラの岩屋など種子島で一番の観光の地となっている。朝日が昇る。最南のビーチ、前の浜海岸、砂の小山に乗って海を見下ろす。七色坂官房所からの眺め、遠くに宇宙センターも見える。門倉岬、鉄砲伝来貴公妃はおなじみの銅像。岬神社の向こうの海が門倉岬の海。爽快な海が広がった。岬神社、朱色のラインが美しい。広大な大地、ロケットのモニュメントは宇宙技術科学館。大きいロケットのレプリカも置いてあった。宇宙科学技術館のある竹崎海岸はとても広いビーチが広がる。広大で白砂のビーチ。砂に生えた植物が風に揺れていた。竹崎展望台。この展望台はロケットが発射されるとき、マスコミが使用できるというもの。遠くに種子島宇宙センターが見える。実際の組み立て室に入ることもできる。観光向けにロケットを展示してあるものだが、これは実際に飛ばなかったけど
本物が展示してあった。 H2 ロケット発射台、厳戒態勢のもとバスの車内から写真を撮ることができた。総合司令塔 RCC、 よくテレビで見かけるやつだ。種子島灯台の先には種子島宇宙センター。種子島灯台からは宇宙センターのロケット発射台を見下ろすことができる。広田遺跡前のビーチ、左の大岩は山ん瀬という大岩の島。ちくらの岩屋のある浜田のビーチ、浜田のビーチは朝焼けが美しかった。朝は風も強く大波だった。ザブーンと波が音を立てる。浜田のビーチは白砂の美しいビーチ。砂に埋もれてしまった鳥、ざーっと波が来る。ちくらの岩屋からは青い海が見えた。ちくらの岩屋の中は広く、海を見るビューポイントはいくつかあった。しままこうは伊能忠敬が上陸した場所で、上陸の地の碑が設置されていた。中種町、種子島の真ん中にある自治体。また手の岩屋や南種町との境にあるマングローブパークなど、自然を楽しむ場所があるほか、島の空港も中種町にある。塩屋の塩田はマングローブの北限ともされており、メヒルギが群生している姿を見ることができる。下を見ると南トビハゼ、マングローブでおなじみの住人だ。道を進む。のどかな田園風景。サトウキビもすくすく伸びていた。西海岸の梶形地区の景観。道を進む。長浜、長浜は黒い砂浜の海岸。ざーっと波が押し寄せる。種子島はちょっと強めの波だ。境神社、
坂井神社の大祖鉄は、樹齢700年、幹周りは2メートルもある。古市家住宅。種子島に現存する最古の住宅で、1846年弘化4年に古市源助が建立した。道を進む。広大な畑、小口、目口の滝、合水器でも水が流れ、干上がることはないという、高低差のない種子島にあって、貴重な滝。戸畑の煙突、増田には、日本軍の基地を建てる予定だったが、この煙突は弊社の風呂場の煙突になる予定だった。道を進む。増田宇宙通信所。ここでは人工衛星からの電波を通信しているという、搭載している機器が正しく動作しているか監視している。人情海岸。人情海岸にはマタテの岩屋がある。マタテの岩屋は大きな洞窟で、昔は修行の場所にもなったようだが、今は崩落が危険で中に入ることはできない。市街地にある旧種子島空港、ただただ広い敷地が残る。おたつめたつの岩。おたつとめたつは砂で結ばれる。周囲は美しい岩場の景観。西の表市。西の表市は種子島の一番北にある自治体。ここは種子島の船の玄関口。また種子島でも一番人口が多いところ。天ヶ倉展望台や一番北の岸ヶ崎灯台など眺めのいいところが多い。荒い波の太刀山の海岸。その昔、太刀山沖で米国商船カシュミヤ号が太刀山に漂着。太刀山の人たちは船員7人を助け、手厚く看護したという。ここにはカシミヤ号漂着碑が置かれている。太刀山の海岸は荒波だった。道を行く。予期の海水浴場。予期のも絶好のサーフポイントだという。ビーチは軍配ヒルガオが咲いていた。金浜海岸。ここはすごい波。後から金浜海岸が全国屈指のサーフポイントと聞いてうなずけた。秋の赤穂のアーチ、台風で赤穂の巨木が横たわり、アーチを作ってそのまま伸びている。
天ヶ倉展望台、238メートルの標高から種子島北部を見下ろす。道を進む。種子島最北の岸ヶ崎灯台、灯台からは北の海を見下ろせた南西諸島の最北端。もうこの先に島はない。東の方には太陽が昇ってた。浦田海水浴場にあったハイビスカス。浦田海水浴場は最北のビーチで北部で一番美しいビーチ。広がる白砂と青い海が美しい。ざーっと押し寄せる波。西海岸の道は青い色が美しい。大蹴り海岸が見える。大蹴り海岸、泳ぐより眺める方が心地よい。種子島と来たかの像。1528年ポルトガル商人から鉄砲を買い、それをもとに鍛冶職人に鉄砲を作らせ、鉄砲を日本に広めた。時高は島津氏の家老になった。この日、西の表市の小学校では運動会をしてた。子供たちの活気のある声が聞こえてた。夕方、ゆったりとした長浜海岸。石器ヶ丘は戦艦大和の慰霊碑があり、夕日のきれいな場所。沈む夕日、手前の島は馬毛島。そうして沈んでいった。夕暮れる石器ヶ丘。夕暮れる長浜海岸。夜の浜田のビーチ、月夜が美しかった。そうして夜に照らされる島々。そうしてまん丸お月様。